第六代、ケリー伯爵トマス・アレグザンダー・アースキンは、イギリスの音楽家、作曲家。1756年までは、フェントン主尺、ピッテンウィーム教と呼ばれる。彼の特筆に値する才能は、彼に国際的名声を派手な周壁は悪名をもたらしたが、現在となっては、彼を知る人は、ほとんどいない。 ようやく最近になって、現存していた彼の曲の録音がなされ、18世紀、イギリスの重要な作曲家の一人、特に初期スコットランド音楽の代表的人物として、再評価されつつある。母親のジャネット・ピット・ケアンは、巧妙内社で詩人の娘。父親の、第5代、ケリー・伯爵・アレグザンダー・アースキンは、1745年ジャコバイト放棄で、 ジャコバイトを支持した角でエディンバラ城に投獄された。エディンバラのロイヤルハイスクールに通っていたトマス・アースキンは1752年ヨハン・シュターミッツの下で音楽を学ぶためドイツのマンハイムに留学した。1756年にスコットランドに帰国。ビルト・オーソバイオリニスト兼作曲家としてフィドラー・アタムというニックネームがついた。 彼は当時流行の最先端だったマンハイム学派を普及させ、その第一人者としてイギリス中に広く知られるようになった。1761年、三学賞からなる序曲集をエディンバラで出版。ジェームズ・ボズウェルは1762年10月20日、アースキンからゴギニーり、1763年5月26日、彼を ロンドンのエグリントン教のところに連れて行った。ロンドン滞在中、アースキンが流行歌を継ぎはぎして作った曲、ザメイドオブザミルは大変な人気を博した。1767年、スコットランドに戻り、エディンバラ音楽協会の代表を務めた。有能なバイオリニストとしても、エディンバラのニドリー、エスウィンドにある聖セ,セシリアホールでコンサートを催した。 熱心なフリーメイソン会員でもあり、1760年にはロンドンでエイシャントグランドロッジの第4代グランドマスターに選任され、6年間その職を務めた。1763年から1765年にかけてスコットランドのグランドロッジでも第24代グランドマスターを務めた。アースキンの自堕落なライフスタイルは会員が 全員男性の飲酒クラブを設立するに及んだ。伝えられるところでは、遊び友達のサミュエルフットアースキンに、君のキュウリを熟成させるため、君の赤鼻を君の温室に入れたまえ、とアドバイスしたそうだ。彼には、あっという間に曲を書くが、遂行を全くせずに人に渡す傾向があったのだった。彼は、健康を損ない、ベルギーのスパに行った。 すぐに帰国するはずが麻痺を起こし、ブルッセルで2、3日の足止めを食った後、悪臭を伴う熱に襲われ、51歳で死去した。1970年代まで、アースキンの作品で残っている曲は、わずかしかないと思われていたが、1989年に、キルラバク城で、室内楽曲を含む2つの原稿が発見され、現存する彼の曲の数は2倍になった。 究極の鳥をそなたと、究極の弦楽四重奏曲で、ある。近年、ジョン・パーサーによって、アースキンに対する関心は復活し、彼の作品を収めた CD も作られた。ビブリオグラフィー、デビット・ジョンソン、ミュージックソサイティー・イン・エイティンス・センチュリー、スコットランド。ありがとうございます。